さあ天竜浜名湖鉄道ですね、掛川行き、出発、天竜二俣駅を出発しました。この駅ね、まあ別名第三村という駅名になってるんですけど、まあエヴァンゲリオンとねコラボしての駅なんですけどね、すごい駅にはなっておりますということでね、結構広大なんですけど、前ちょっと見えたかな、一瞬ちらっと見えたんですけどね、転車台が結構有名なところで結構観光客もいらっしゃいましたということでね、ここからね、ちょっとするとトンネル入るんでね、トンネル入ると入る前に汽笛鳴らすんでね、これがまた味あります。はい、今入ったと思うんで多分鳴ると思うんですけど、もう一発ね鳴らすと思うんですけどね、ほんとね味のある汽笛でね良かったです。さあこの後ねもう一発入りますよ、汽笛聞いてくださいね。はい、お聞きになったでしょうか。まあそんな感じでね、進んでいくんですけど、この天竜ね、ほんと天竜浜名湖鉄道、これがね、浜名湖の北を走るんですね。JR の新所原の駅から浜名湖の、新所原っていうのかな、駅からこれ浜名湖の北の方を沿ってね、掛川の駅まで行きます。はい、まあ、そのうちのね天竜二俣の駅から、遠州森というところまで行くんですけど、そんな感じでね、向かっていってます。はい、ということで最初の停車駅上野辺駅に停車します。まあ、ほんとね、すぐ出発するんですけど、ここはね今天竜川沿いを走ってるんですけど、天竜川見えないですね、ちょっと残念ながら。まあ、そんな感じでね、出発するんですけど、この辺のね地形がよくわからないんですけど、この辺は、岩田市になるのかな、岩田市になると思うんですけどね、ちょっとねなかなかどういう風になってるのかがよくわからないんですけど、この天竜川を挟んで、浜松市とか、天竜浜松市岩田市で分かれてるのかな、なんか違うような気がするんですけどね。まあ今日はね晴れ渡っていい天気にはなっておりますということで、前はこれは何でしょうか、上くぐりましたね、県道ですかね、そんな感じでね走ってるわけだな。工場とかもあります。お、すごいな、スカイは世界の森を、スカイマーク違いますかね、空港会社のスカイマーク違いますかね、多分違うでしょう、スカイです。はい、という感じでね進んではいってるんですけど、でかいなスカイ、これもスカイ、これは ベルテスク静岡工場とかなんかあるみたいなんですけど、なんかでもね、ほんとね、浜名湖の北、のどかな場所ですよね。これ、浜名湖の南は結構ね、やっぱり国道23号線、東海道新幹線、東海道線とね、つながってるんですけど、浜名湖の南になるとね、のどかな街並み、ね、まあ、になってきますよね。すごいね。この日はまあ天気も良くて、よかったんですけど、で結構ゆっくりですよね、時速的にはねマックスでも65とかね、まあ、70までいかない、70弱で走るんでねマックスでも。はい、ということで2つ目の駅豊岡
豊岡の駅に到着しました。ここら辺はね、ほんと淡々と行くんですけど、前の家は何でしょうか、あれ、社宅かなんかかな、ちょっとアパートっぽいところがあるんですけど、はい、次進みます。ほんとね、これちょっとね、結構ローカルな駅だとは思うんですけどね、なかなかやっぱりね、この辺の鉄道って乗らないんでね、何とも言えないんですけど、僕も初めて乗ったんですけど、でも家自体はなんか綺麗なおしゃれな家もありますよね。やっぱり住みやすいんでしょうかね、なんか空気も綺麗そうですからね、浜名湖がそばにあって天竜川みたいなね、天竜川もねやっぱり有名なんでね、そんな感じでね進んでいくんですけど、草木を分けて進んでいっております。すごいですね、ちっこい川とか、もう奥は山がありますからね、この山がまたおつで、手前はこれは米かな、米でもいやね作ってるんでしょうか。お、風力発電が出てきましたね。風力発電、これが大きいですね、敷地。これがね、前ちょっと見にくいんですけど、円形って書いてるんですね。円形ホイールコーポレーション、円形ホイールコーポレーションらしいです。ということは何かホイールを作ってるのかな、タイヤのホイールを作ってる工場とかなんかな、ちょっとねそこまでわからないんですけど、まあこの辺なんか工業地帯結構多いみたいですね。はい、というで円形コーポレーション、あと優先ロジスティックとかね、 JFE 溶接交換、 3K 製造所、第一工業新平山工場とか、なんかこういう工場が結構あるみたいなんで、はいね、やっぱりこういう工場あるのもいいんではないでしょうか。まあ、そんな感じでね進んでるわけなんですけど、さあ次の駅目指してるんだけど、次が敷地、敷地という駅になりますね。もうすぐ着くと思うんですけど、これがね今森の中走ってますけど、開けてくるんですよね。あ、開けてきましたね。なんか本当森の中に囲まれた住宅街みたいな感じであるんですけど、すげえな。さあ、あれ見えてきましたけど、高架が見えてきましたけど、あれがね、新東名高速道路ですね。新東名ですね。はい、新東名高速道路、新東名高速道路はね本当僕も何回か通るんで、この上は通ったことあるんでしょうね。まあ、浜名湖の北を行くみたいな、東名自体は浜名湖の、南の方を走るんですけど、新東名は浜名湖の北の方ということでね進んでおります。ということで、そんな新東名を下にくぐって、もう一回ね新東名とぶち当たるんですよね。まあ今一回くぐりましたということでね、次の駅を目指すわけなんですけど、次がやっぱり
次がね結構ね、まあ主要な駅になるのかなっていう感じはするんですけど、東東見一宮っていうことでね、東東見が出まして出てきました。東東見といえばね、僕の中ではもう今は吉本なんですよね。はい、桶狭間で敗れましたけど、信長に桶狭間で敗れたけど、やっぱりね、駿府城とかね、まあ、東見いいところな、まあ、浜松城とか徳川家康がね強いイメージもあるんですけど、僕の中では、静岡県はもう今川義元っていうイメージが、今川義元、今川氏真というね、この今川家のねイメージがあるんで、まあ、駿府城とかね本当いいところなんでね、あの富士山バックにとかいいですよね、なんかねえ、まあ、浜名湖なんでね、やっぱりね浜松城、徳川家康のイメージが強いんですけど、東東見って聞いたらね、やっぱり今川義元かなっていうイメージもあります。ということでそんな感じでね、田んぼを走ってるわけなんですけどね、結構こう見たら広大ですよね、田んぼ。ですね、さあこんなこんなで向かっていってるわけなんですけど、もうこの日はね晴れてね、空も綺麗、素晴らしく綺麗、いいところです。こういうちっこい川がまたね、味ちょっと外から見てみたいですよね、どう撮り鉄みたいな感じでどう映り映えするのかね、撮ってみたい気はするんですけど。さあビニールハウス何作ってるんでしょうか、いちごとか作ってんのかな、まあ、ここは田園が多いですね。さあそんな感じでね、ずっと走っていってるわけなんですけど、もうキーキーみちみちみたいな、森米米畑、森米畑みたいなもうそんなんしかね出てこないですよ。まあでも車窓見たらね、結構ローカルなね鉄道車窓をやってたらね、米畑多いなっていうイメージはありますよ。さあ民家見えてきましたね。ここでポツンポツンとね民家が見えるのもね、またオツですよねこれ、あ建築中の、やっぱりいいのかな、住みやすいから新しく家建てようみたいな感じなんですかね。さあどん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 ゆっくりになってきましたということで、そろそろ着くと思うんですけど、東見一宮の駅です。はい、ここでね結構ね長時間停車するんですけど、実際はまあそこはね、カットしてね、出発すぐするんですけど、これ東見一宮になります。結構ね学生さんの乗り降りが多かったかなっていうイメージがあるんですけど、いいところです。東見一宮ということでね、次目指していくんですけど、出発しますよ。さあ出発しました。これ東見一宮の駅ねえ、結構味があるんですけどね、これもなんかね、なんか国の認めたなんか駅舎なんですかね、多分あの手前この上りホームの方だと思うんで、さっき見たのは下りのホームなんであれなんですけど、さあ丘を越えて、行きます。まあ遠州一宮は結構ね本当ちょっと栄えてる場所みたいなんでね、
まあ、本当住宅街がこの辺は多いかなっていう感じでね、やっぱり天竜浜名湖鉄道やっぱり住宅ね、住民の味方なのかなっていう感じがしますね。うん、さあ今高台からちょっと見下ろしてますけど、いい感じですね。さあ林の中に入ってちょっとごちゃついてごちゃごちゃごちゃってなってますけど、綺麗ですもんね、こういう背景が。さあ高台を走ってるのかな、家より高いですからね。まあそんな感じでね、こう走ってるんですけど、さあ間もなく到着しますね。すごい高い場所にありますよ。でゆっくりになるんですけどね、ここでね一回ねカメラ止まっちゃうんですよ、すいません。ということで塩田の駅です。はい、もうすぐ塩田の駅なんでね、すいませんけど塩田の駅からさせてください。塩田の駅出発です。本当ね、予期もせずカメラがね一回プツンと消えちゃったんですよ。この日天気良かったね、多分かなりカメラ熱持ってたと思うんで、このタイミングでそれでプツッと切れちゃったんですよね。ちょっと残念っていう感じがするんですけど、まあでもね、すぐ復旧したんで良かったです。ということでね、塩田の遠州一宮の次の駅塩田の駅を出発して、その次がね森町病院前っていうかな。さあこれ上2度目のね新東名高速道路です。はい、ここでまたね付き合わせて出会いましたみたいな感じになってるんですけど、こんな感じでね進んでいってます。住宅街でこの次の駅のね森町から病院前っていうのがね、なんか結構いいイメージで、これ前のあの建物、あれ多分病院でしょうね。なんかおしゃれな病院なんですけど、その周りも結構ねなんか食べるところとかやっぱり栄えてて、やっぱり病院に訪れた人向けなのかなっていう感じはするんですけど、こうですね森町病院前、さあ到着です。いいですよねあれ、森町病院センターって書いてるのかな。結構この周りがいいと思うんですけど、さあそして次の駅が、今回ね、下車する遠州森の駅なんですけどね、もうすぐ着くんでねこのまま行っちゃいますけど、なんか大きいですよね、公民館みたいな、なんかすごいところがありますよね。まあ、そんな感じでね工場もあり、もうすぐ着いちゃうんでね。さあ言ってる間に着きますよ。まあ本当ね遠州森も結構ね、栄えてる、ここら辺は袋井っていう場所になるのかな、ちょっとあれなんですけど、チリはちょっとチリ不足なんですけど、結構複雑に、都市が変わってますよね。掛川とか、袋井なんか難しいんですけど、はい、ということで遠州森の駅に到着しました。ここもね本当に広い敷地でしょ、ね、いい感じなんですけど、まあ、今回の旅はここまで、実際ね、鉄道はね掛川まで行くんですけど、まあ、そんな感じでね車窓でした。ご視聴ありがとうございました。失礼します。